皆さんこんにちは。今回は日本橋おすすめデート5選第2弾を紹介しちゃいたいと思います。ちょっと歩いてるとすぐ入ってみたいって場所がわんさか出てくる魅力的な場所がありすぎの日本橋なので、実際に開拓したデートに使える場所を5箇所紹介します。最初に出した日本橋おすすめデート5選第1弾もぜひ合わせてみてってくださいね。ってことで行ってみましょう。1箇所目はコインっていうコーヒーバーです。ここは初っ端からおすすめ度高めで、本当は紹介したくないぐらいなんですけど、とにかくセンスが抜群なおしゃれカフェです。日本橋デートおすすめ日本橋おすすめデート第1弾で紹介したティールっていうお店をプロデュースした人が新たにプロデュースしたバンクっていう総合施設に入ってて、2022年12月にオープンしたてなので結構新しめです。1階にベーカリーのバンクっていうのとビストロのイエンっていうのが入ってて、地下にコーヒーバーこのコインっていうのとフラワーショップフェテの4つが入ってます。全部証券投資の街っぽい名前が付けられてるところも洒落てるんです。ここのお店もふらっと街歩いてたら唐突に出てきて、入ってみるってなって入ってみたらすっごい雰囲気良くてびっくりしたんですけど、ここは地下に降りると一見小物屋さんかなって思う感じの場所が出てきて、一気にコインワールドに連れて込まれていく感じになってます。カフェの前にはフラワーショップフェテがあって、これも目で癒されるし、ちょうど今大人気のアロマティックブランド APFR って読むんですかねの限定ショップが展開してて、いい匂いも充満してたので最高に身も心も癒されました。地下なのでネットは入りにくいんですけど Wi-Fi もあります。テーブルとかにおしゃれなドライフラワーが置いてあったり、照明もすごい素敵で異空間でなんかこう安心する雰囲気が漂ってます。17時以降はちょこっと照明も落ちてテーブルのキャンドルをつけてくれるので、また一段と雰囲気がぐっと良くなってデートにはめっちゃおすすめです。土日は90分制となってますが、この時は日曜日の お昼過ぎても混んでて座れないって感じではなかったので、それもいいポイントかなと。あと大きい円卓のテーブルと長テーブルと数席個別の席があったんですけど、シェアのお席でも席と席の間がちゃんと空いてるのでシェアするのはそこまで気にならなかったです。いろんな年齢層の方がこの時はいましたが、一人で来てる方は少なかったです。でメニューはこだわりのコーヒーから様々な種類のお茶とワインもいろいろあります。アイスコーヒーで800円、ジャスミンティーで700円と値段がちょびっと高いので、それはたまになんですけど、アイスコーヒーもでも作り置きとかじゃなくって、ちゃんと注文の時にその時ある4種類の豆から選べてドリップして作ってくれるので質はちゃんとしてると思います。今回はケニアの豆にしてもらったんですけど、酸味が強めのコーヒーでした。ジャスミンティーは飲みやすい感じでほっこり味です。お湯もう一杯欲しいって恥しのんでダメ元でお湯くれませんかって言ってみたら、すっごく優しくOKしてくれたのでコスパは悪くないと思います。あと夜は22時まで空いてるので、上の階のビストロでデートした後にバーとかカフェとかで利用するのも女の子だったらグッときちゃうんじゃないかと思います。次はコレド室町2の2階に入ってるいつも行列が絶えない稲庭うどんと飯金子半之助を紹介します。行ったのは日曜日の13時過ぎでしたが、角まで並んでてうおーですけど、意外と40分くらいで入れました。でもいつも並んでるみたいなので並ぶの覚悟で行った方がいいと思います。お店のエントランスはのれんで区切られてて、そっからなんかもう雰囲気おしゃれなんですけど、明るい店内と木な感じの色味と真ん中にある緑が落ち着ける雰囲気を作り出してくださってました。店内はそこまで広くないんですけど、円卓のテーブルと個別になってるテーブル席がいくつかあって、カップルとか2人連れの方が多かったです。ここはメインの稲庭うどんとそれと一緒に天丼つけるか海鮮丼つけるかっていうチョイスが多いと思うんですけど、天丼だったら日本橋の天丼で有名な金子半之助っていう天丼屋さんの天丼で、海鮮だったらこれまた日本橋で有名な海鮮丼の辻飯とのコラボの海鮮丼がついてきます。どっちも同じくらいおすすめかと思うんですが、今回は天丼にしちゃいました。天丼はコロコロっとした海鮮がたくさん乗ってて、衣にもしっかり味がついてる感じの食べやすい天丼だったかなと思います。サクサクって感じよりも
しみしみって感じですかね。下町の天丼っぽい雰囲気な感じです。おうどんは細めのチルッとした感じで、淡白な感じの食べやすいおうどんでした。ここのお店の売りは何といっても各席にこの調味料のボックスみたいなのがあって、温泉卵とかわかめとか天かすとかとろろ昆布とか山菜とかごぼうと生姜のガリとかをかけ放題になってるんですけど、これをたくさんドシャーって入れて食べたら意外とめっちゃ美味しかったです。ちなみに私はうどんはシンプルに出汁だけで食べたい派なんですけど、ここのお店ならではって感じの食べ方でいっぱいこう具沢山にして食べるのがおすすめです。3カ所目にご紹介するのは K5 スイッチコーヒーという日本初の銀行をリノベーションした四つ星ホテル K5 の1階部分に入ってるコーヒースタンドです。ちなみに K5 はリッチでデザイン性にあふれたセンス抜群なホテルなんですけど、そこの一角ってだけあって、入り口からまず隠れ家みたいな雰囲気になってて、めちゃくちゃおしゃれになってます。スイッチコーヒーは目黒と代々木八幡にも店舗があるコーヒースタンドで、3個目の店舗のここは中に入るとコンクリ打ちっぱなしっぽい感じと植物たちとワインボトルが相まってすごいセンスがいい雰囲気になってます。真ん中に棚もあるのでちょっと秘密基地みたいな感じで、友達とかとカップルとかとおしゃべりするのにぴったりな感じになってます。私たちが行った時は2人連れの20代から50代ぐらいの年齢層の幅が広めの方々にみんなに愛されてる印象でした。落ち着いた照明と緑が何とも心地よくって、店内は決して広くないんですけど結構ここ穴場かもしれないです。店内はテーブル席とカウンター席がいくつかあります。 Wi-Fi も一応あるんですけど電源はなくって、パソコン作業も1時間まで OK みたいです。普通におしゃべりするのは時間制限ないです。ここのカフェの隣はブルーワリーになってておしゃれ度高めなので、そっちも夜デートでの利用におすすめかと思います。メニューはシンプルにエスプレッソベースの商品とかがメインでした。いつも通り相方はアイスコーヒーで、私はラテ頼んだんですけど、アイスコーヒーは酸味爆強めの朝掘りみたいなアイスコーヒーで、ラテはしっかりとしたエスプレッソ感あるラテでした。ここは2杯目から100円引きらしいので、それもグッドポイントかと思います。お豆も売ってて包装が可愛いので、ちょっとしたお土産とかにもおすすめだと思います。それでは4カ所目、ディナーでおすすめしたいのが串どころ小林です。日本橋エリアって結構ビジネス街なのかわかんないんですけど、日曜日の夜に開いてる美味しいお店がとにかく少ないんですよね。その中でも日曜日に開いてて雰囲気いいのがここの串どころ小林です。日本橋駅からだと徒歩11分くらいで、茅場町駅からだと1分ぐらいで着きます。外ののれんがかった扉をくぐると真ん中に大将がいるオープンキッチンがあって、その周りに椅子が並んでる感じの店内になってます。ここは平日でも予約が取りやすいし、カップルだらけの暗めなムーディーな場所ではないので、普通に女子同士とかでも入りやすいし、なんかこういやらしい雰囲気がないいい雰囲気の串揚げ屋さんかなと思います。店内が狭めなので予約はしていった方がいいかと思います。メニューもシンプルで、単品でももちろん串を頼めるんですけど、串7本と最初のお通しで2300円ぐらいのコースと、串揚げ6本とその他のお料理計12品が楽しめて4000円弱のコースと、2つがメインのコースになってるのですごいシンプルで分かりやすくなってます。串7本コースでもちゃんとお腹いっぱいになるし、日本酒がとにかくたくさんあるので、美味しいお酒飲みながら串をたしなんでも2人で1万いかないので、この立地でこの雰囲気もよくってだとやっぱりコスパいいかなと思います。個人的にはこう大将が不愛想な感じなのもまた雰囲気が出てていいなって感じで思ったんですけど、愛想は期待しないで行ってあげてください。ここは最初のお料理も串もちょっと創作料理みたいな感じで一風変わってるのが特徴かと思います。いぶりがっことクリームチーズとか意外と合うって思ったのと、串も普通の衣じゃなくてつぶつぶした衣で、4種類の自家製粉を使って新食感なのですごい面白いです。素材の味を引き立ててくれる感じかなと思います。普通の串揚げ食べたい人にはちょっと物足りないかもなんですけど、胃もたれしない感じのあっさりサクなので好きな人は好きだと思います。
日本酒も飲み比べ3種類で990円でちゃんとした量を出してくれたので、これは嬉しかったです。あと最後にプラスで頼んだお茶漬けが一番美味しかったかもってぐらい美味しかったです。出汁がトロトロしてて梅の味と相まって、これもおすすめです。最後にご紹介するのは、茅場町駅から徒歩1分、日本橋駅から徒歩3分くらいのところにあるどぶろく醸造所です。平成どぶろくっていうのは和歌山県の酒蔵みたいなんですけど、ここで飲めるのはお店の奥で醸造しているもので、作りたてのフレッシュなお酒が飲めるのが最大の魅力のお店かなと思います。店内はカウンター席と外のテラス席みたいなのがちょこっとある感じになってて、決してここも広くはないんですけど、ちょっと路地入ったところに照明が輝いているここのお店が出てくるので、入る前からテンション上がる感じの外観になってます。店内も清潔で綺麗な感じで、バーっていうよりもちょっとカフェみたいな雰囲気のすごい清楚な場所でした。照明がちょっと明るいので、ムーディーな雰囲気楽しみたいって方にはおすすめじゃないかもしれないんですけど、カジュアルに美味しいお酒がサクッと飲みたい方にはぜひここおすすめです。メニューは全部 QR コードで読み込んで携帯で注文するスタイルになってます。今回はペールエールとどぶろくのプレーンとしらす大根おろしを頼んでみたんですけど、このペールエールは目の前の木造りのサーバーから入れてくれるのが見れるのが楽しいです。味はしっかりとした渋みのあるエールでした。どぶろくはお酒と麹を発酵させて作ってて、濁りのある甘酒の甘くない感じの味で、すごい飲みやすくて美味しかったです。癖も思ったより強くなくて、なんかこうアルコール感があんまなくて飲みすぎちゃいそうな感じでした。あと一緒に頼んだこのしらす大根おろしがめっちゃ美味しかったんですけど、しらすが美味しくてプリプリだったのと、お醤油がちゃんと和歌山県産の美味しいお醤油だったので、グッとサプライズでした。ここでは梅酒とか柚子酒とか、もちろんどぶろくとかビールも購入できるようになってるので、手土産とかにもいいかと思いますし、一杯だけ飲んでお土産にお酒買ってお家で飲み直しちゃうのもありかもしれないです。ということで、以上日本橋でおすすめのデートスポット5選第2弾をお送りしました。このチャンネルではゆるっと東京のおすすめのデートスポットや旅行プランなどを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。あと皆さんのおすすめの場所とかもあったら、ぜひコメント欄で教えてください。これでは。